いらっしゃいませ。ありがとうございました。どうしたのかね。
ったく、時間食っちゃったよ。しばらく寝とけっての。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。いただきます。みなぎってごちそうさま。ありがとう。
し、ゲームスタートだ。ここだ。行くぜ。行くぞ。いい調子だ。なんてことだ。さあ来い。ついてるな。見てろよ。まだまだ大丈夫そうだな。今だ。行くぜ。カモにしてやるぜ。行くぞ。ラッキーだぜ。ビビっちまったね。
今だ。こっちだ。どっちかな。よし。さあ来い。行くぜ。行くぞ。頭がガンガンしやがれ。どうだ。今だ。ついてるな。なかなかやるじゃん。よっしゃ。それって…ん？
八神さん、天沢。ええ、うん、それって実は、まさか。
ですが。待てよ。察するに。
でも。ああ。お願いします。なあ。うん？何？なあ。の。ヤガミ。パゲル。Yeah!
負けらんねえな。悪くねえ。僕が攻めろ。ほら。
した。行くぜ。おや、あなたが最近噂の八神さんか。随分と楽しそうにスパーするんだね。あんたは？俺は元事務生の佐久間千鶴。今はオーストラリアを拠点に活動してる。オーストラリアで？ああ、久々にこっちに帰省してたら、ケンヤ君に喧嘩売った面白い新人がいるって聞いて見に来たんだ。リングネームランサー千鶴、東洋太平洋クルーザー級12。向こうじゃ随分と活躍してるそうじゃねえか。東洋太平洋のランカーなのか。すごいな。ランカーって言ってもベルトにはまだまだ届かない。俺の身長だとクルーザー級は減量が大変だね。ヘビー級に移らねえのか。あそこは重量無制限だからね。ちょっと厳しいな。階級上げてもパンチ力は持っていけないっていうから。佐久間、貴様何しに来やがった。この裏切り者が二度とうちの敷居をまたぐなと言ったはずだ。裏切り者ですって。相変わらず古臭いこと言ってますね。そんなんじゃまたジムの子が愛想つかして出てっちゃいますよ。だと？佐久間って言ったよな。あんた強いんだよな。俺とスパーしないか。え？あなたと？でも階級が全然違うよね。あなたはせいぜいスーパーウェルター級かミドル級ってとこでしょう。でも俺はクルーザー級だ。体重の軽い男は重い男に勝てないってな、ボクシングの常識。下手したら死んじゃうよ。心配は無用だ。路上じゃ
あんたみたいにでかいやつともやり合ってきたからな。それもグローブもなし、凶器も金的も何でもありの喧嘩でだ。ボクシング舐めてると思うけどね。佐久間、八神はまた押し切りとやり合うつもりらしいぜ。また賢也君とボコボコにやられたって聞いたけど。それでもやりてえらしい。まったく根性のある野郎だぜ。へえ、それは感心だ。ふーん、いいよ。そういうことなら俺が相手してあげるよ。八神、この裏切り者とやり合うつもりなら俺に声をかけな。セコンドくらいやってやるからよ。Six!
そのままでボクシング始めたばかりの素人に外国で遊び回る東洋太平洋ランカーが聞いて飽きれるわ、この根性なしが。はあ、ほんとそればっかりだけど、そうやって俺を罵倒するってことはまだ教え子だって思ってくれてるってことですかね。なわけあるかバカ野郎。素直じゃないんだから。八神さん。ああそうか、なあ。ああえなあ。ああWe'll be right back.
いい加減にしろ。ごちそうさま。ありがとうございました。いや、やれやれ。ああ。なあ。なるほど。だが悲しいね。
しばらく寝とけっての。名前か。ったく、時間食っちゃったよ。名前か。
がない。知らせ！三木本君。はあ。なあ。はい、しらせろ。
さい。ヤガミ。いや。いや。
だ。お、押し切り。いや。お。なあ。え。ちゃうね。は。え。いらっしゃいませ。ありがとうございました。してんだよ。ったく、時間食っちゃったよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。
しばらく寝とけっての。名前か。時間食っちゃったよ。ったくいい加減にしろよ。名前か。ありがとうございました。ヤガミ。ん？テリー。
か。行くぜ。
ム。パゲル。ああ。死ね。ほらほら。だと。Thank you.
お願いします。うるさい。なあ八神さん、あの、え、お願いします。え、はい、なあ、ダーザインですよ。ああ。八神さん。はい。わかった。シャッターチャンス。
くぜ。ぶっ殺す。
ん？なあ。あ。ん？実は。お。ええ。八神さん。なんだって？ええ。待てよ。ということは、つまり。ああ。察するに。いや。ええ。八神さん、実は。え？ええ。なるほど。八神さん。実は。え？ええ。ですが。なるほど。はい。ところで、ごめんなさい。先輩、どうしたんですか？立ってくださいよ。俺より強いんでしょ？東洋太平洋ランキング入りしたんですよね。終わりだ、終わり。おい、何やってんだ。
スパーリングだ。御木本、あの野郎、この前よりさらに上手くなってやがる。どういうことだ？会長、前にあんた、俺が押し切りとスパーした後に言いましたよね。お前なんか根性なしのヘナチョコだって。佐久間さんはあんたが手塩にかけて育てた一番弟子っすよね。それが見てください。情けねえ。ジムにろくに顔出さねえ俺なんかにボコボコにやられちまって。訂正してくださいよ、俺が根性なしのヘナチョコじゃないって。佐久間倒したくらいで図に乗るんじゃねえ。だったらあんたんとこのジムの連中、片っ端からスパーで叩きのめしてやるよ。片っ端からだ？バカ言ってんじゃねえぞ、鬼才が。貴様は剣屋にボコボコにやられただろうが。会長、前に言ったはずです、俺だってこの数ヶ月ぼーっとしてたわけじゃねえんだ。実戦だ、実戦で鍛えてきたんです。命がけの実戦でね。八神、次貴様が相手してやる。俺が？ああ、こいつに身の程をわきまえさせてやる。喧嘩で鍛えた技術なんざボクシングの前には無力だ。喧嘩で鍛えた技術ね。八神って言ったな、会長がああ言ってんだ。やるよな？ああ、望むところだ。Take it!
ちゃいますか。素人に負けやがってサボってばかりいる貴様などやめてしまえ根性なしが。違う、サボってたんじゃねえ、俺は実戦で鍛えてたんだ。外でチンピラ相手に喧嘩してただけだろうが。違う、ボクシングだ、俺はボクシングをやってたんだ。ボクシングだ、どういうことだ。剣舞会ですよ。剣舞会だと？貴様もあのクソ格闘大会に。貴様、なんであんなクソ格闘大会なんかに。押し切りに勝つためですよ。まあ俺が出場した時はもうあいつは出場してなかったっすけどね。おい三木本、剣屋に勝つためってどういうことだ。俺はね、押し切りの幻と戦ってたんですよ、ずっとね。幻と？まさか貴様は剣屋が優勝した剣舞会で貴様も優勝するつもりだったのか。そうすりゃ剣屋の実力に迫れると思って。どうなんだバカ野郎。だって仕方がないでしょ、チームじゃ押し切りとスパーなんてさせてくれないんですから。バカ野郎、剣舞会なんざ何でもありのクソ大会だ。あんなもんでボクシングの腕が鍛えられるか。この感情なしが。強くなりてえならな、まっとうに練習しやがれ。練習しろですって、今さら。あんた自分で言ったこと覚えてないんですか。え、あんた俺が押し切りにスパーでやられた時やめちまえって罵りましたよね。それが今さら練習しろだと。負けたくらいでメソメソして練習もできねえ根性なしなんか。
やめちまえって意味だよ。そうかよ。だったらやめてやんよ今度こそな。おい待ってくれ。あの日ケンヤ君にやられた時、君が欲しかったのは罵倒の言葉なんかじゃなかった。会長からの励ましの言葉だった。そうなんだよな。励ましの言葉？佐久間、どういうことだ？ケンヤ君とスパーをしたあの日、三木本君は大事な試合を控えてたんだ。そんな時に彼は新人のケンヤ君にボコボコにやられてしまった。辛かったと思う。自信を失ってしまってもおかしくない。それまで天才ともてはやされ負け知らずの男だったんだからね。事実スパーの後の三木本君はひどく落ち込んでた。声をかけるのもためられるほどにね。佐久間、貴様さっきから何を。ねえ会長、あなたはそんな三木本君に何て声をかけたか覚えてます？この根性なしがやめちまえ。そう罵倒したんですよ。しかも便箋まで用意して引退届をかけって三木本君に突きつけたでしょう。それは貴様。わかりますよ、会長のことだから。喝を入れたつもりだったんですよね。そういえば負けず嫌いの三木本君が悔しさにはがみして頑張ってくれると思ったんでしょ。だけどね、それであの子の心は折れちまったんです。ケンヤ君に負けたことも原因かもしれません。でもとどめを刺したのは会長、あなたなんです。そんなはずはねえ。ボクサーがなことで折れるはずが。俺もそうだったからわかるんですよ。だから俺はここを辞めたんだ。もう二度と立ち上がれないかもしれない。自分はダメかもしれない。そう打ちひしがれていた時に、あなたは傷口に塩を塗り込むように口汚く罵って、しまいには市内で殴って。なあおい、そうだったのかよ三木本。貴様、俺はてっきり貴様が剣屋にボコボコにされたからだと。もうとてもいいっすよそんなこと。結局俺は中途半端だったんだ。ちっとも強くなんてなかったんだ。もう遅えんだよ。遅くねえよ。だってよ三木本、俺と戦ってる時のお前すげえ楽しそうだったぜ。何？あんな楽しそうにボクシングするやつがやめられるわけねえじゃねえか。俺が楽しんでたボクシングを。ああ、俺にはそう見えたぜ。それにお前すげえ強かったし、もっともっと練習したら押し切りにだって勝てるかもしれねえじゃねえか。それなのに今グローブを投げ出しちまっていいのかよ。少なくとも俺はお前ともう一度スパーをしたい。俺もお前とやり合ってて楽しかったからな。三木本。会長。その、トレーニング何から再開したらいいっすか。三木本、貴様。やっぱり俺にはボクシングしかねえみてえです。だってさ、あいつの言う通り楽しかったんです。負けたってのにどうしようもなく楽しかったんです。
三木本。俺のトレーニングは厳しい。甘やかすつもりは一切ねえぞ。いいな。はい、覚悟はできてます。八神。いや、なあ貴様。いや、しばらく寝とけっての。いらっしゃいませ。いただきます。こう、ごちそうさま。ありがとうございました。なあ、え、なんだって？
マジかよ。つまり、ああ、ヤガミ、なあ、何？ああ、なあ、はい、
どうしたのか飲むほど強くなるや。よいしょ。いじらんちゅう。おいちゃ。あや。ったく、時間食っちゃったよ。いい加減にしろ。まだいるのか。時間食っちゃったよ。寝とけって。名前か。ヤガミだ。ヤガミさん。え？実は。ええ。うん？ええ。なんだって？マジかよ。なあ。ああ。
っちょやるか。小さく見える。Yeah, man.
ヤガミ。なあ。そうだ。ヤガミ。やめろ。
つけろ。よく見ろ。刺しめろ。ヤガミだ。ヤガミさん。ああ。実は。え？ええ。わかった。